ユニットバスの使い方を、昨日まで間違えていたことが衝撃。最初の彼氏とユニットバスのホテルに泊まった時に、使い方を覚えて、長年その使い方をしてたんだけど、昨日会社の出張で女同士で相部屋になった時に、同期に指摘されて、初めて正しい使い方を教えられた。私が長年やってきた使い方は、シャワーキャップを、トイレットペーパーホルダーにかぶせて、濡れないように保護して、普通のお風呂みたいに、蓋を閉めたトイレを椅子代わりにして、豪快にシャワーを使ってた。シャワーカーテンは湯船に入っている時に、同室の人が、トイレを使いたくなった時の目隠しだと思ってた。バスタブの中だけでちまちまとシャンプーしたり、体洗うなんて知らなかったよ。シャンプーと体洗うの終わって、全部流してからお湯ためるなんて、冬場は寒くて無理じゃん。てか、同期は代々東京出身の江戸っ子なんだけど、まさか東京人だけ？と若干信じられない自分もいる。皆さんはどっち派？